はい、こんばんは、修行道の田中でございます。日本を美術で元気にする田中でございます。はい、ですね、これ中村芳忠という人の作品なんですね。ちょっと渋いでしょ。中村芳忠は、江戸琳派の、まあ、ちょっとトリックスターというかですね、まあ、江戸もまあどっちかというと後ろの方ですよね。琳派というのは実は別に何か師匠がいて弟子がいてっていう世界じゃないんですね。狩野派なんかだと、まあ、師匠がいてその弟子がいて弟子がいてみたいな感じとか、血でつながってたりとかしてですね、名前もまあ狩野っていう名前ずっとついたりするんですけど、琳派っていうのはまあ自分で勝手に私も琳派やっちゃおうとか、僕も琳派やっちゃおうっていうことでやる世界で、あくまでも自分で勝手に尊敬してやるという世界なんで、名前もまあ基本的にはバラバラですね。まあ一番、有名な人は誰でしょうかね。今中村さん緒方光琳とかね。まあ、緒方健三も入れちゃっていいのかな。まあ健三ちょっと違うのかな。それから、まあ、本阿弥光悦、ですね。あと田原宗達、まあ、その辺から始まってるんですけど、あとまあいろいろ勝手にやって、まあ明治ぐらいではまだその琳派を意識してね、描いてる作家もまあいると思いますけどね。包丁っていうのはこういうなんかこう可愛らしいふわっとしたね琳派の作品多いです。で、まあ、心眼のことで言うとね、やっぱ江戸も最初の方になると心眼なかなか難しくですね、まあ宗達とか、まあ緒方光琳とか、まあ、なかなか大変です。心眼はっきりさせるのがですね、まあ、包丁あたりになってくると、まあ、大体その絵の調子とか、まあ、いろんな状況で、まあ、ある程度判断の材料あったりなんかするんですけど、まあ、全くその、まあ、すでに学者が調べてるものなんかは、学者さんが調べてるものなんかはいいんですけど、そうじゃないものはね、大変なんで、包丁は、まあ、値段もそんなにめちゃくちゃ高くないし、ある程度見当ついていくっていう意味では、まあ、ちょうどいい感じの立派ですね。だからまあ江戸の美術ってね、まあなかなか難しいとかあるんですけど、基本的にはですね、まあ、画廊のセンスとそれからお客さんのセンス、これがなんかこうふっと一致したところを買うのがいいと思います。テレビ番組みたいですね、これは本物ですね、偽物ですね、僕も出てまあ言いますけど、まあ、どっちかというとなんかああいいなと思うセンスをこう大事にするっていうところでね、いいものを選べるといいなと思いますけども、中村芳忠、まあこれ私どもでこれ今持ってることかもちょっと分かんないですけど、扱ってますので、ぜひですね、芳忠あるいは琳派の作品お持ちの方は分けてください。あるいは買いたい方はご連絡ください。こちらのフリーダイヤルでご連絡いただけます。はい、チャンネル登録もよければよろしくお願いいたします。